バッテンです今日はですねデータの分析っていう数学1の範囲があるんですけどそこの教科書の内容を丸ごとインプットしてしまおうっていう動画の後半戦になりますまだ前半戦見てない方はですね是非そちらから見ていただいてこの動画に移ってきてもらえたらと思います前の動画は概要欄に載せていますで趣旨としては前回の動画でも話しているんですが結構この分野って端折られがちあとは人によっては共通テストとか 前で言うとセンター試験ですけど1週間前に知識をガーッて詰め込んでテストに向かうとかそういう扱いをされがちなかわいそうな分野なんですが結構面白いですし社会で役に立ちますあとは多分共通テストでも必ず出る分野になるのでそれまでゆとりを持ってですね演習する演習して考えないとこの分野って身につかないと思うのでそのためにまずはここでインプットを終わらすということを趣旨にしていますで結構漢字とか概念がたくさん登場して 嫌になる方多いと思うんですがちゃんと背後にストーリーがあったりこういう言葉を作る意義みたいなものがあるのでそこもまとめてですね話していきたいと思いますで多分また雑談が多くなると思うんで「まあ、ここからは余談です」とか話していこうと思っていますで時間がない方はこのあと2ページ公式集みたいなものがついていてスクショできるようにしているので、まあ、そこだけちゃちゃっと見ていただいて 自分で演習ををししててとといいいいう使い方たただけたらと思いますでは今日のラインナップですけれどもまず分散と標準偏差をやります。これは大事ですね。なんでこういう値を考えるのかっていうところも含めて解説をしていきます。スクショは大丈夫ですかね。で次のページ、相関。これも大事ですね。相関関係について学んでいきます。共分散っていうのも出てきますね。で最後に変量の変換。これも 試験とかで結構出ててききたりすするんで扱っておきます、はい、ではここから詳しくそれぞれの項目を見ていきたいと思いますはいで平均値については前の動画で扱ってるんであれなんだっけっていう方はそちらから復習してみてくださいここの話がどこから始まっていくかというと前回の動画で食べログの評価っていうのを例として扱っていました例えばレストラン A では4人評価をしていって1点2点4点5点でしたとか でレストラン B は全員3点でしたとかこの時に前回の動画では中央値一緒ですよねとで中央値だけ見てたらこの両端の情報が削ぎ落とされちゃってこの A と B の評価一緒になっちゃうんですけど第1四分位数とか第3四分位数とか考えてあげるとさらに箱ひげ図とかですね見てあげるとこのレストラン A とレストラン B の評価のされ方の違いが分かるよっていう話をしましたで今回は平均値をテーマに考えてあげて このレストラン A、レストラン B の代表値を平均値だと見てあげると、これどっちも結局3なんですね、平均値は。なので、平均値だけ見てても、レストラン A とレストラン B の評価のされ方の違いっていうのは分かりません。でもこれ実質全然違いますよね。レストラン A は、なんかすげえ熱狂的なファンもいれば、ハマんない人もいるっていう、なんかエスニック料理みたいな、タイ料理みたいな、パクチー嫌いな人には、地獄のようなお店でも、パクチー大好きな人は天国みたいな、そういうレストランの可能性がありますけど、 レストラン B はどっちかというと平均的に受けるような食堂みたいなお店かもしれませんじゃあこの平均に対してどれぐらいデータが散らばっているかそれを前回の動画では第1分数とか第3分数っていうのを見てきたんですが今回はこの全部のデータ巻き込んでなんかこの散らばり具合を数値化できないかっていう話をしますつまり第1分数で第3分数って考えたんですけどそれも結局その残りのデータって捨ててしまってるんでここではそういうデータも 全部考慮して何か数値化しようとそういう話をします。で今日の動画っていうのは結構抽象的な、まあ、具体的な値っていうよりはこういうふうに x1 とか xn とか、まあ、抽象的な話になるんでもし困ったらですねこういう具体的なデータを頭に置いて考えてみてもらえたらと思います。つまりデータを今回 x1 から xn 食べログで言うとあるレストランの N2 のの評価を取ってきました。っていうのがこの X1 XN からです。これでいうと x1 が 1x2 が 2x3 が 4x4 が5みたいなそういう具体的なものですねを抽象化しておいていますそうすると平均値っていうのは前回日本語で確認したとおりデータを全部足したものをその個数で割ってあげれば出てきます今回平均値からのどんぐらい散らばってるかを見たいんで偏差っていうものを考えますこれはつまりズれですね平均値からのズれ それはもちろん x1 のズレっていうのは x1-x バーこれ x バーって呼びます平均値よくバーつけて書きますで x2 のズレっていうのは x2-x バーとこれが偏差っていうものになってきてなんかこれをうまく使えばこの散らかってる度合いを数値化できるんじゃないかなんかそれぞれのデータがどんぐらい平均から離れてるんだろうっていうのを数値化できるんじゃないかっていう発想です、まあ、そもそもなんで数値化したいかっていう話なんですけど まこれは比較をしたいからですねレストラン A レストラン B だとどっちの方がどちらかってるかっていうのを比較できるようになるのがこの数値化するっていうところの魅力ですではここから少し深い話をしますで余談になるんでもう定義だけ知れればいいよっていう方はちょっと動画を飛ばしてください、まあ、個人的には結構大事だと思うんで話をしてみますつまりこのあと分散っていうものが登場するんですけどなんかこういうごつい形をしてるんですねなんでこの形になるのかっていう話をします さまざまな発想はデータがどれぐらい平均から散らばっているかを数値化したいと。でこのズレに関しては偏差っていうものを作りましたじゃあ素朴な発想としてどんだけ散らばってるかを見るにはこの偏差を全部足せばいいんじゃないかっていうのがまず発想の第一段階ですねつまり散らばってる度合いを求めたんだからそれ全部合計してくればデータとしてどんぐらい平均から散らばってるかがわかるんじゃないか。でやってみると。 分かるんですけど、この x1 たす x2 たすす xn って全データの合計ですでこの x バーっていうのもこれ n 個あるんで全部足すと実はデータの合計になっちゃってこれ必ず0になりますちょっとびっくりマークつけると解状みたいなんです,すいません消しますでなんで0になるかっていうと要するにこれプラスだったりマイナスだったりするんですね平均よりもも大きいものは偏差プラスですし、 平均よりもちっちゃいデータの偏差っていうのはマイナスになっちゃって全部打ち消しあってゼロになります。なのでこれは失敗と。データの散らばり具合比較したかったのに全部のデータがゼロになっちゃったら比較の仕様がないですね。なのでアウト。では代替案としてプラスとマイナスがどっちもあったから嫌だったんだなと。じゃあそれぞれの偏差に絶対値をつけようっていうのが次出てきそうな発想です。つまりこれそれぞれ。 ゼロ以上ですよねなのでそれぞれ平均からどんぐらいずれているかっていう絶対値この距離として出してあげてそれ合計すればずれを表すつまりこの値が大きければ平均から結構ずれてるっていうことになってあいい感じじゃんと思うんですよただここにもまだまだ弱点があってこれだと全部の合計しか求めていないので例えばレストラン A とレストラン B の食べログの評価の散らばり具合を調べたいときにレストラン A は なんかみんなよく行く店で評価の数が1,000個ありますみたいな。でレストラン B はまだそこまで知られてなくて10件しかないですってなったら1,000個の偏差足すのと10個の偏差足すのだと不公平ですよね。1,000個のもの足した方が明らかに大きくなる可能性が大きいです。なのでこれを足したものをデータの個数で割ろうそうすると評価1件あたりのズレの値を求めていることになるんでこれで レストラン同士比較でききるんじゃないいかっててうのが出てきますでこういう風にして考えていくこともできるんですけど問題点があってここから先は少し高度な話になっていくんでイメージの話だけしようと思うんですけど大学数学になっていくとこの値に対しししてて微分したりっていう操作が発生します後で出てくるんですけど、まあ、散布図みたいなものがあってここにこう収まりのいい直線を引いたりするときに微分して この散らばり具合を最小にするとかいう作業が発生してきます。その時になんか絶対値がこんなに N ヌコもついてると鬱陶しいんですよね。微分しづらいし、なんか微分可能じゃない点が出てきたりしてややこしいと、そういう解析しにくいという問題点があって、これの改良版が登場します。それがこの分散というもので。 絶対値がついてたから解析しづらいんで絶対値をつけずにでもそれぞれの値が0以上になるものって何かっていうと2乗ですそこで全ての偏差を2乗したものを足すとつまりそれぞれの平均からのズレの2乗を足し合わせてますでこれをさっきと同様に比較するために n で割るとこれが分散ですこうすると解析しやすいんですねカッコの2乗なんでさっきみたいに 微分不可能なな点が出てここいですしこれはとても良いというので分散というのがこういう定義になっていてこれによって平均からどんぐらい散らばっているかっていうのを表せるというのがそもそもの発想でしたでは余談が終わりで標準偏差っていうものも出てきますでこれは定義で言うとこの分散の正の平方向になりますつまりこちらですね数式で書くと結構いかついんですけどやってることは要は分散のルートを取ってるだけと 分散っていうのは0以上なんでルートを取っても実数として値が出てくるよとではこっからも余談でじゃあなんでこんなルートを取るのって話ですよねこの話を少ししてみたいと思います発想としてはまあ教科書とかにもよく載ってるんですけど単位つまり分散って解析しやすくするために2乗したんですよねでも2乗の代償として、まあ、食べログの評価の話を続けるとこれ2乗したんでこの1個1個の単位って まこんな単位ななないいですけど点二乗みたいな単位になってますよね単位まで2乗されてます。なのでこれルート取ってあげるとこの単位っていうのが何点っていうこの点になってきて扱いがしやすいと。で扱いがしやすいって何だっていう話でここは結構モヤモヤするところなんですがその話をしてみると、まあ、これは結構余談なんですが例えば今食べログで話してましたけど食べログってま多分0から5点ですよね。 でここにもう一個こういう評価サイトがあったとしてまあグルナビは多分同じような評価体制なんで、まあ、別のむしゃむしゃログみたいなのがあったとして、まあ、箱ひげずぐらいネーミングセンスがないんですけどむしゃむしゃログっていうのは評価基準が違っていて0から100で点じゃなくてポイントですみたいな0から100ポイントでコメントを出せて評価をできるよと90ポイントとか10ポイントとかこういう2つの ログがあったとしますで食べログのレストラン A の評価とこのむしゃむしゃログのレストラン B の評価のなんか比較をしたいっていう時にこれそのまま生のデータで考えてるとそもそもの0から5と0から100ですしこれタイも違うよねっていうことで比較ができないですよねそのままだと。そこで標準化っていう技法があります。これ何かっていうとその生のデータから平均値を引いたものを標準偏差で割るっていう。 これによって新しいデータができますよね。で実はこの標準化によって作られた新しい変量っていうのは平均が0分散が1単位なしに必ずなりますこれは結構嬉しいんですね。つまりこういうなんかマックスの値も違うし単位も違うっていうバラバラの2つのデータを比較したい時にこういう作業をしてあげた時に平均も揃うし分散も揃う要するに ま散らばり具合も揃うで単位もないのでどういう分布をしてるかっていう比較がすごいしやすくなります。でこの時にこここれ標準偏差使ってるんですけどこれがもし分散だったりすると分母と分子の単位が揃わなくなってこの標準化の単位なしっていうこのうまみが消えますよね。なのののので分散のルートをを取っったものっていうのを 使うことによってこういう綺麗なな標準化を考えやすくなるということもあってこの標準偏差っていうわざわざ分散のルートを取ったものが出てきてますもちろん理由の一つではあるんですけどこういう背景もあるんだよっていうことを知っておくと忘れにくくなるかなと思いますこの標準化は大学で統計とか学ぶとバンバン出てくると思いますはい定義の話は以上で次はこれ前回の動画の代表値のとこでも出てきたんですが今生のデータで考えてましたですけど 平均値と同様に度数分布を与えられてるときでも分散求められるよっていう話をします。これは前回と発想が一緒で階級値食べログでいうとこれ0.51.5とかだったんですがそれに対して度数つまり人数がいるよと。この時に平均値どうやって計算するかつまり論点としては0から1が5人いますって言われたときにその5人が実際どういう評価の点数か分かんないんですけど とりあえずこの階級値だと思って計算をしようとつまり5人は0.57人は1.5っていうふうに仮置きをして平均値とかを求められますつまり0.5っていうこの階級値が5人いる1.5が7人いるっていう形で掛け算して足していけばこれデータの総和になりますねなのでそれを全体のデータの個数この度数の合計で割ってあげると平均値が出ますし分散も同様で こののの階級値値偏差つまり平均値とのズレこれを二乗したものが5人だったら5人分あるんで F1 っていうこの階級の度数をかけていますでこれを全部足してあげると偏差の二乗つまり平均値とのズレの二乗の相和になりますこれをまたデータの全部の合計の個数で割ったものが分散になるとこれはさっきの定義から自然な発想として出てきますで大事なところは度数分布表しか与えられてない時っていうのは 生データがないのでその階級に含まれている人たちは全員この階級値のデータだと思って計算をするというところだけ押さえておけばこれらの定義っていうのは自然に出てきますでもちろん正確な生のデータじゃないんでこれで求めた平均値とか分散は元の平均値とか分散と一致する保証はないですまあ、本当に生のデータも全員0.5を選んでたらもちろん一致しますけどそうじゃないことの可能性も大きいですで分散シリーズ最後 実は今定義でで求求めめ方方を紹介したんですす。けど、別の求め方もありますそれが x っていうあるデータの分散を求めるときに x2 乗それぞれのデータつまり1245っていうレストラン A の食べログの4件の評価だったとすると x2 乗っていうのはつまり 1, 4, 16, 25ですね。これの平均値を求めてマイナス x 平均値の2乗つまり右の例で言うと x 乗の平均値っていうのは141625の平均値なので11.5ですかねで x の平均値っていうのがこれ3だったので3の2乗これで2.5というのが分散として求められますでこんぐらいの数だったら、まあ、x の分散そのまま定義から求めてもそんなに負担変わらないと思いますっていうか定義の方がこれ早そうですね1の平均に対する偏差がこれマイナス2なんでそれ2乗して4 で2の偏差の2乗は1、4の偏差の2乗は1、5の偏差の2乗が4で。これらを全部足してデータの個数で割ると。これで2.5になりますね。これ定義で求めた方が早いですね。ただ時々この式使って求めた方が楽なこともあるんで、まあ、これは頭の片隅に置いといてもいいかなと思います。では最後の余談としてこれを証明したいと思います。まあ、証明は、 いいかなっていう方はここ飛ばしてください。x を x1 から xn と n 個のデータだとします。そうすると、x の分散の定義っていうのは、こうですよね。偏差の2乗の合計をデータの個数で割ると。で、これは、それぞれの2乗を展開してまとめると、まず x1、x2、xn の2乗の項。 が出てくるよとでマイナス2かける x バーのかけるの x1 から xn の合計プラス x バーの2乗が n 個出てくるので n かける x バーの2乗これでこの中身をこの2乗を展開したものを整理したものになりますでこの部分かける n 分の1っていうのはこれ x2 1乗から xn の2乗を足して n で割ってるってことは x2 乗つまりそれぞれのデータを2乗したものを足して個数で割ってるんで2乗したものの平均値になってます。ここが等しくなると。これ n 分の1もかかってますよ。そうするとあと残り考えるとここかける n 分の1なんですがそれはちょっと整理をするとか2 × x バ ×x1++xn を n で割ったものプラス1 n 分の 1×n×x バの2乗。 つまり、x バーの2乗になります。さらにここ、これは単に x1 から xn まで足したものを個数で割ってるんで、これ x バーですよね。x の平均値になります。なのでこれ整理すると、マイナス x バー2乗となるので、マイナス x の平均値の2乗になります。これで証明が終了です。x の分散っていうのは日本語で覚えるといいと思うんですけど、x2 乗の平均値マイナス x の平均値ののの平平平均均均値値値乗乗乗となってきます、まあ、時々この計算の方が楽なこともあるので是非押さえておいてくださいでは最後のラスボス相関ですねこれ何をしてるかっていうと今分散とかの話をしてきたのは1つのデータの話ですよね1つのデータの中での値でしたこの相関っていうのはいろんな値がまた出てくるんですけどこれは基本的に2種類の データをを取ってきててきその間の間関係を調べてます例えば国語と数学のクラスの得点分布とか30人クラスにいてそれぞれ国語と数学受けてますとでその時に例えば A 君の国語の点数数学の点数をここに書いて B 君の国語の点数数学の点数をここに打ってとかこれ点を打っていくと30人分30個の点ができますよねこれを散布図と呼んでいますなので ある例えば30人だったら30人のそのクラスに対して2種類のデータを考えてそれをプロットしたのがサンプ図ですねでこういうふうになんか右上がりになってるようなものを性の相関関係って言いますつまり国語が高い人ほど数学も高くなってるよっていうのが性の相関関係で逆になんか国語高い人数学低いよね国語低い人数学高いねっていうこの右下がりになってるものが負の相関関係と言います 他にもいろいろ例があって、例えば、高校生100人集めてきましたと。で、彼ら、彼女らに対して、TikTok とインスタの1日の利用時間を聞きましたっていうときに、これも散布図にまとめられますね。つまり、100人なんで点が100個になるんですが、TikTok の利用時間でインスタの利用時間。これどういう散布図になりますかねまあもちろん答えわかんないんですけど、まあ、高校生、 家で過ごす時間って、まあ、限度があるん,でなんか TikTok いっぱいやってたら同じ時間に2台持ちでインスタもやってるっていう人は少ないと思うんで、まあ、やっぱ TikTok やるとその分インスタやってる時間減るんじゃないかなとかでインスタいっぱいやってたら TikTok やる時間少なくなってるんじゃないかなっていうのでまあこれは完全に予想ですよなんかこういう右下がりになってるんじゃないかでもしこうなってたらこれは負の相関関係ですねっていう感じで散布図作ったり 相関関係っていうのは要するに2つのデータの間の関係どうなってますかと片方のデータ大きい時にもう片方も大きくなってるのとか逆にちっちゃくなってるのとかそういう関係が相関関係です、まあ、ここまでは結構納得できると思うんですがここからの話はじゃあ相関関係っていう,こうざっくりしたものはわかるんですよねああ関係があるなあっていうのはわかるんですけどまたこれも毎度おなじみでじゃあこれを何か数値化したいっていう発想が生まれてきます そこでまたいろいろ概念が出てくるんですがちょっとここでもデータを x1y1 これは一人目例えば a 君の国語の点数数学の点数のペアみたいなそういうイメージですこれを n 個つまり n 人のサンプル取ってきてますよとそういう設定で置いておきますでそれぞれ x と y 国語数学とかの平均値を x バー y バーと置いておきますその時に共分散っていうものを考えますこれは どういう発想かっていうと今2つのデータの間の関係性を調べたいんですねそこで2つのデータをどっちも組み込んだような分散のようなものを作れないかっていうのを考えますそれがこちらでこれはイメージとしてはこれが分散だったんですけど分散っていうのは1つのデータの集まりの中でそれぞれのデータの偏差の2乗を作ってましたなんですけどこの1個1個の偏差の2乗っていうのをこう見てあげて この片方をもう一種類のデータ、今回でいうと y ですね。この同じ1番目の人のもう一個のデータ、y の偏差に変えてあげると。それによって作られたのがこの共分散です。この分散の形っていうのはさっき見たみたいにやっぱり解析的にすごくいい形をしているのでこれを生かそうと。で、n になったら n に対してさっきの分散のところでは1個ずつだけデータがあったんですけど、今回は 2種類データを取ってますと例えば N 人クラスで国語の点数数学の点数っていうデータが2種類あるんでこの1個借りますよとでこれをもう1個の変量に置き換えてあげたものが共分散ですでこれ計算すると何がいいかっていうともし性の相関関係がある場合つまり x と y っていう2つがあってなんかこう国語の点数高ければ数学も高いねと。 結構勉強してる人はしてるし勉強してない人はしてないっていうようなデータのパターンの時はこの分子プラスによっていきますなぜかというと平均って多分それぞれここら辺にあるんですね x バーと y はで x1 マイナス x バーがプラスつまりこれよりも右側にあるよっていう時に y も平均より上になってることが多そうですよねつまり ここ,ここに含まれるデータの個数ってやっぱり多そうなので x1-x バーと y1-y バーが共にプラスになってるどっちかだけプラスになってるっていうことは少なそうです逆に x1-x バーがマイナスこっちにあるよっていうデータを考えたときに、まあ、例えばこれがマイナスだったとすると yn-y バーもマイナスつまり y の値が平均よりも小さくなっ,ているよっていうことが多そうです。なのでどっちもプラスとかどっちもマイナスっていう組みが多そうなんですね。どっちかだけプラスどっちかだけマイナスっていうのが少なそうなのでこの共分散っていうものがプラスマイナスかけマイナスも結局これプラスになるんですよね。なのでこの値がプラスだと正の相関を表すとこういうデータの関係になってます。でこれがマイナスだとこれ負の相関を表すんですね。 理由は今とと全くく一緒ですちょっと考えてみてみださいつまりこういう分布をしていてこの時は x が平均より大きいと y は平均よりちっちゃくなる傾向にあるってことですよねですので例えば x ス x バーがプラスだったら y ス y バーはマイナスになっちゃうプラマイ逆になっちゃってなんかマイナスの項が増えていきそうですなので共分散がマイナスだと負の相関を表すとこういう関係になりますで 相関関係が分かるような値が出てきたじゃないかって思うんですけどこれもこれまで出てきた流れと全く一緒でまだ一つ不満があって何かっていうと出てきた共分散がプラスだったら正の相関関係マイナスだったら負の相関関係っていうのは分かるっていうのはいいんですけどじゃあどれぐららいいいプラスだだったら強い性の相関ががあるかとかとそういう議論がまだできないんですねなぜかっていうとこれ分子見てもらったら分かる通り単位がついてますよね。 つまり国語と数学の点数でいうとこれ点数の2乗っていう単位になりますよね共分散がなので単位によって値が変わってくるのでまだこのどれれくらいいいいい数値が高ければいい相関だだよっていうのはまだ言えないですこれが言いたいつまり値の代償比較別々のデータの共分散の比較をしたいとなんか指標が作りたいよねっていうので作られたのが相関係数です これ何かっていうと今求めたように x と y っていう2つの変量の共分散をそれぞれの例えば国語と数学だったら共分散は分子で国語の標準偏差数学の標準偏差で割りますそうするとこれ分子は点数の2乗だったんですけど分母が標準偏差っていうのはこれ点数でしたよねでこっちも点数なのでこれ単位が全部約分できて 単でさらにいいのがこれ値がですね必ずマイナス1以上1以下になりますこれによって相関の大きさどれぐらい相関大きいのかっていう議論ができるようになりますではここからはちょっと詳しい話この相関係数の定義ですねここもこれしょっちゅう忘れるんですけどどうやって思い出すかっていう話で で、ここから先は少し高校数学を出た話になってしまうので、興味がない方はぜひ飛ばしてください。まずこういうベクトルを考えます。つまり、x1、x2、点点点、xn っていう n 個のデータがあるんですけど、それぞれから x バー、つまり平均値を引いたような、つまり偏差、これそれぞれ偏差なんですけど、それを各成分に持つ n 次元ベクトルを考えます。 それを X ベクトルってて書いてますつまり N 次元の偏差ベクトル偏差をそれぞれ成分に持つ N 次元のベクトル平面ベクトル空間ベクトルはそれぞれ成分2つ3つしかないんですけどこういうふうに一般化して N 次元で考えることができます同様に Y についても Y1Y2 点点点 Yn それぞれの偏差を成分に持つ N 次元の偏差ベクトルベクトル Y を考えます でこういうふうに偏差ベクトル取ると何が嬉しいかっていうとこの x と y の共分散っていうのが x ベクトル y ベクトルの内積を n で割ったものとしてかけます内積2次元と3次元の内積は馴染みがある方も多いと思うんですけどそれぞれの成分をかけたものを足し合わせてましたよねで n 次元も同様にして定義されてこの 1> 第1項と第1項同士の掛け算足す第2項同士の掛け算足す点,点点最後の成分同士の掛け算のそれらの足し算になってくるのでそれってまさにこの共分散の分子なんですねですので共分散っていうのは x ベクトル y ベクトルそれぞれの偏差ベクトルの内積を n で割ったものと表せますでまだまだ面白いのはここからで x の標準偏差ってどうやって表されるかというと これも実はこの偏差ベクトル使ってうまく書くことができて、標準偏差って分散の正の平方根ですよね。で、分散を求めないといけないんですが、分散って日本語で言うと、偏差の2乗の和を n で割ったものですよね。で、偏差の2乗の和ってことは、これそれぞれの成分の、この偏差ベクトルの成分の2乗の合計なんですね。それは要するにこの偏差ベクトル、x ベクトルの大きさの2乗になります。 ってことははは標準偏差分分分散ので分散は n 分のの n こののの x ベクトルの大きさの2乗と表せます。ここでさらっと絶対値で書いてますがここではこのベクトルの大きさっていうのはそれぞれの成分の2乗の合計のルート平面ベクトル空間ベクトルでやったベクトルの大きさの n 次元への拡張ですそれを絶対値をつけて表すことにしていてなのでそれを2乗したものが各成分の2乗の和になっていて それを n でで割ったもののルートが標準偏差ですよくわかんない方は2次元とか3次元で考えてみてください。同様にして y の標準偏差っていうのも作った n 次元の偏差ベクトルの大きさの2乗を n で割ったもののルートとかけます。これを作って何が嬉しいかっていうと実は相関係数っていうのは x の標準偏差 ×y の標準偏差分の x と y の共分散ってことは これら3つを使って書いてあげると n 分の1が分母分子から消えてこれで表されるんですね。でこれどっかで見たことありますよね。2次元3次元の場合はもうよく出てくる形でこれって x ベクトル y ベクトルのナス角を θ とするとこれコサイン θ ですよね。で実は一般的に n 次元においても2つのベクトルのナス角のコサインっていうのはこれで定義がされて。 つまり相関係数って2つの偏差ベクトルのナス角のコサインになりますでこれだけ押さえておくとあコサインなんだでコサインって、まあ、2次元3次元とかで考えて内積をそれぞれのベクトルの大きさで割ったものだよなとでベクトルをそれぞれ偏差ベクトルだと考えるとあ,あ分子は共分散でああ分母はそれぞれの標準偏差をかければいいなっていうのがすぐ見えます。これが思い出し方の一つとしてはあるかなと思います。 ではこれがマイナス1から1にちゃんと収まるよっていうことを見てみたいと思うんですが2次元3次元だったらコサインって物理的に想像ができてマイナス1から1に収まるってなんとなくわかるんですけど一般的に n 次元の時にこの値がマイナス1以上1以下になることをどうやって示すかっていうとコーシーシュワルツの不等式が使えますこれの n 変数バージョンですね。この参考動画も 概要欄に置いておこうと思いますがこの n 変数での公式周波率の不等式使うとすぐにこの分数の値が以以上1以下であることは分かりますそれによってこの相関係数っていうのが -1 以上1以下っていうこともすぐに分かりますのでぜひ興味がある方は見てみてくださいでは最後おまけで変変量の変換っていう話をします、まあ、これもよくこれまでのセンター試験とか見るテーマなので話をしておくと2つの変量 xy の間にこういう 関係があったとします。つまり、x が例えば一二三四とかの時に y っていうのが、例えばですけど、三五七九とかで y イコール二 x プラス一っていう関係になってますよね。二つのデータがこの時に x の特徴量、つまり平均とか分散とか標準偏差とか、それとこの y この式によって作られると言ってもいい y の平均とか。 分散とか標準偏差の間の間関係式がこちらになります。つまり平均値に関してはこれ形そのままで x を x の平均値に変えれば y の平均値が出てきますで分散に関してはこれ b は消えて分散って要は平均からの散らばり具合ですよねなので y 切片とか特に関係なくてこの係数の2乗がかかりますで標準偏差は分散のルートなんでこの右辺ルート取ってあげて a 2乗のルート で、a はプラスかマイナスか分かんないんで、絶対値 a と。これが出てきます。で、最後に余談で、これの証明もしておくと、x っていうデータは x、x1、x2、点点点 xn と。して、y っていうのが y、y1、y2、yn とします。で、この関係式は成り立っているようとつまり、y1 っていうのは a x、a、x1 プラス b だと。そういうふうに決められているとします。その時に、 y y1 yn ののの平均値っていうのは n 分の y プラス y n これが定義ですよねでこれはそれぞれ x の式に直してあげるとこういうふうになっていくんでそれぞれ a がかかってる項 b の項で整理をしてあげるとこれは a かける n 分の x 1点点点 x n b b かけ n を n で割るんでこれ b になります。なのでここが x バー。 x の平均値になってこの式が証明できますよとこれが1つ目次2つ目分散分散も定義で今回考えますけど2乗の平均マイナス平均の2乗の式使ってもできますで y の分散はこちらでしたけどで y の平均は今求めた通り ax バープラス b なので代入すると ax1 プラス b マイナス AX バープラス B との2乗プラス点点点とで N まで続いていきますそうするとこれ B キャンセルしてここが A の X1 マイナス X バーの2乗となってなので整理をすると A2 乗が前に出てきて後ろがこういう形になりますでここはもうまさしく X の分散です定義そのままですねですので この式が出てきますでさっき言った通り両辺ルートを取ると標準偏差の式も出てくるとこちらが変量の変換つまり何か関係式があったら片方の平均とか分散とか標準偏差とか分かればもう片方も定義から求めることなくすぐに計算できるよっていうのがこのミソですねはいいかがだったでしょうかこの動画では結構定量的な話をしてきました分散とか標準偏差でそもそもそれらがなぜ出てきたのかっていう余談の話あとは 二つのデータの間の関係30人だったら30人の2種類データがあってそれらの間の関係を見るっていうところで相関関係とかあと共分散相関係数なんでそういうものが出てきたかっていうところも含めて解説をしてきました、まあ、教科書の知識としてはもうこれで十分かなと思いますのでここから先はアウトプットもうこれらの知識を使ってどうやって考えていくかっていうのを演習問題通じて取り組んでもらえたらと思います知識を忘れたときは この動画に戻ってきてもらってもいいですし OK でクで単元ごとにデータの分析っていうところで公式まとめ見れるのでぜひそちらも活用して時間を効率的に使ってもらえたらと思いますでは今日もお疲れ様でしたありがとうございました